法雲寺は、茨城県土浦市にある臨済宗建長寺派の寺院。山号は、太夫山。本尊は、釈迦如来、城郭造りの境内で知られ、国の重要文化財や、県指定文化財が数多く残されている。正門法雲寺の道雨の一つである、聖寿庵、足利尊氏が、日立国守護で七代小田城主、小田春久に命じて、正享元年にまた世襲己を招いて、開山、後光厳天皇の直願寺としたのが、始まりと伝えられている。はじめは、陽岡庵、ついで聖寿庵と呼ばれていた草庵であったが、文和3年に、法雲寺と号された。また世襲己は、小田春久の有志となった人物で、法雲寺は、鎌倉時代から戦国時代にかけて、日立国南部で勢力を振るっていた小田氏ゆかりの寺院である。また世は、延享3年に元にわたり、中国の高僧広報元明の弟子である、中法妙本のもと13年間修行を積んで学んだ、後に帰国して、高岡に戻り、中峰を、開山第一の祖、自らが二世となって、法雲寺を起こした。また世の禅の教えは、多くの崇敬者を生んで、佐竹氏、結城氏からも招かれて、寺院を建立しており、法雲寺は、当時の中国最先端の禅と文化を北関東にもたらした。以来、中世には武将らに信仰されて、小田氏に庇護され、最盛期には末寺300余家、寺を抱える大寺として、隆盛を極めた。戦国時代末期になると、小田氏は佐竹氏や北条氏などに攻められ急速に衰退すると、天正2年閉鎖により消失した。その後一時衰退はしたが、江戸時代に入り漢王宗主により再興され、元禄2年勅願書となり再び隆盛し、紙の着用を許された。法雲寺は多くの文化財を伝えており、それらの多くは、驥城公園隣に所在する土浦市立博物館に寄託されている。国の重要文化財として、献本着色広報王肖像、献本着色又世王肖像、及び不指定の献本着色中峰尾肖像がある。茨城県指定文化財としては、海外2件など10件があり、このほか、献本着色羅漢図が国の重要美術品に認定されている。また、境内には、中峰和尚の墓、また世和尚の墓、小田氏に関連する、逸話等、宝鏡院等があり、いずれも土浦市指定文化財である。ABCDEFG 法雲寺の文化財。法雲寺境内、土浦市教育委員会。AB、法雲寺。行こうよ。アクトインリ。2018年10月27日閲覧。文化財の保護、ありがとうございます。